ギフトありがとうございます。メイク、いや今日本当は乳液とか化粧水とかしなきゃだけど、ちょっとベッドの近くにあってめんどくさいからいいや動くのめんどくさいからね、いいや。昨日のね潤いが残ってるはず。すげえ大雑把でしょ、こんなもんなんだよ。よいしょ。いや、ギフトありがとうございます。よし。まあまあまあ大丈夫だろう。はあ。今日なんか寝たのにすごい疲れたな。あれだな、昨日の肉体労働は効いてるな。体に来ています。頑張ろうね。みんなどう？疲れてない？はよ。ブブブブ。よし、甘い毛こっち下げすぎちゃった、見て。眉ってさ左右対称に描くのって難しいよね。まあいっか。眉毛描くの嫌い。描かないといけないから描くけどさ。まあいいんだ。そう、どうせ前髪で隠れるから。前髪を上げることは基本的にどころかないんで、はい。ギフトありがとうございます。なのでまあもう満タイ。どうしようかな今日メイク。
しっかりやるかゆるくいくか。あ、パイ冷蔵庫に入れました昨日というね、別にどっちでもいいんだよ。そして今日はちょっとね、ちょっといつもよりちゃんとしよっかなという基準っていうね、本当にただただ私の気分です。こういうのは私が今日メイクしたい気分だなっていう時はメイクするし、ちゃんとしっかりするし、今日めんどくせえなっていう時はまつげと眉毛とアイライン、あとまあノーズシャドウとかね毎回するけど、そんな手間がかかるもんじゃない。一回すっぴんで行ったこともある。いやもう本当にもうどうしても無理だってなって、そうもう今日はもう無理、気分的に無理、メイクしたくない、もう無理、何もしたくないっていう時にすっぴんで行きました。マスクしてるんで分かんないです。基本的に眉毛は描いていきました。私にとってのすっぴんはね、多分それぞれ基準が皆さんあると思うんですけど、私にとってのすっぴんは眉毛描いてのすっぴん、あの眉毛のみのメイクのことなんで、さすがに眉毛描かないは本当にやばい本当に、あ、うん、寝よっぽど寝坊したんやなって時はね、よっぽど寝坊して、あ、もうそれすらもする時間なかったんだなっていう時ですね。基本的に私はないです。はい、寝坊することがあんまりないので。今日なぜかお兄ちゃんに起こされたんだけど、なんで？なんかさ、アラームの前にお兄ちゃんが起こしに来て、いやまだアラーム鳴ってないしみたいな話をしたら、ちょうどアラーム鳴って、なんで私起こされたん？そう、今日の謎。そう、本当になんで起こされたんかがちょっとわからない。いやもちろん善意だとは思うんだけど、いつもはだってお兄ちゃんに起こされることなんてないからさ、ヒカ。どうしてと思って。なんで今日に限って起こしに来た？マミーかな？マミーがもう起きる時間か起こしてきてって言ったのかな？そう。むしろお兄ちゃんいつも寝てんのにこの時間まだ。そう、私よりいつも起きるのちょっと遅めなんですよ。今日は日焼け止めいるの？あ、今日はもう絶対大丈夫。もう絶対外出ないから。いつもの感じなんで。塗りません。まあ、ただ私が完全装備でパーカーを着て外に出ますっていうだけですね。まあ、でもこれはいつものことなんで。スライスとして。よし、そしたらキラキラをね、キラキラの目。あー、今さ、とってもある人に会いたいんだ私は。
る人に会いたくて会いたくてたまんない。別会う約束も別してないんですよ。ただまあその卒業するときに、私がね卒業するときに、あのまたご飯行こうねっていう話をしてて、そう、私一緒にお酒飲んだこともないからまだ、そう飲みたいねっていう話もして、まあ誰とは言わないでおきましょう。分かんないよ誰かね、分かんないよみんな、みんななら分かるんだろうけど。秘密。いて。なんだ。言わないよ。そうでも会いたいよっていう。早起きだね、仕事があるからね、早起きだよ。まつげ抜けた。そうお仕事がございますので早起きしております。本日2本目のまつげちゃんが、明らかにこのまつげ逆らってんなっていうまつげがいる。そう、まつパンに逆らってんなっていうまつげがいるから困る。漫画欲しいな今。そう久しぶりに新しい漫画がマジで欲しくて、そう、まあ、チェーンソーマンもね欲しかったんだけど、今マジでちょっと本当に欲しいっていうのがある。そうアニメ見て、今期のアニメなんだけど、それ見てああ面白いとねっていうね。反抗期？違う、私が反抗させてたの、無理やり無理やりね、あの違う、ま、無理やり従わせてたの私が。あそうね、反抗期、それがちょっと、そうなんです。何？え、マッシュルっていうやつ。そう、面白い。超コメディ。そうそう、魔法の使えない、そう魔法の使えない人の話なんですけど、魔法のある世界で、そう
みんな魔法使えるのに自分魔法使えなくって、まあたまにいるらしいの、そういう人が。でもそういう人は何だろう、排除対象になるわけ、その魔法の世界だから。まあどういう風に排除されるのかは知らんけど、排除対象なのに、そう知らない人がそう見つけて育てて、それがちょっと魔法なんか、まあ警察みたいな人にバレちゃったんだけど、その人の提案で、そうなんかもう提案というか、まあ提案なんだけど、提案で魔法学校に行って神格者っていう、まあ、世界で一番の魔法使いかなになってこい。でそれを黙っといてやる代わりに、その魔法使えないっていうことを黙っといてやる代わりに、その恩恵、神格者になった時に受けられる恩恵を俺によこせって言って、そうで今頑張ってるよっていう魔法学校で、そういうお話ですね。めっちゃコメディです。全然暗くない、超コメディ。おはよう。そう、私はだからめっちゃ好きですね。てかコメディっていうのがいいんですよ、やっぱり。コメディってさ、なんか疲れた時に見るとさ、なんかすごい、なんかさ、すごいほんわかするというかさ、なんかいいんだよね、すごく。ギフトありがとうございます。そうだから、よかったらみんなも見てみてねっていうね。やっぱり好みがあると思うので。え、逆やん。今日ね、なんかちょっと不思議な夢を見た気がする。そう、なんかすごく不思議な夢を見た気がする。おはー。そう、不思議な夢を見た気がするね。覚えてないんで、もうそう、もう覚えてないので気がするになるんだけど、そう、夢ってあんまり覚えられないじゃん。でもなんか怖い夢ではなかったんですよ、なかったんですけど、なんか小学校の校舎にいた。
フトありがとうございます。なんか悪い夢ではなかったような気がする。なんか悪い夢見た後ってさ、なんかすごい気分悪くならない？なんか血の気引くような。そんなことない、意外とそういう、そうなんだけど、そう、まあ何でもいいんだけど、うん、嫌な夢じゃないならね、別の正夢になっても、いや、正夢になることの方がないと思う。だって小学校の校舎で授業受けてんだもん。その時代よ。同窓会とかで、同窓会とかで小学校は行かないんじゃないかな。しかも私同窓会呼ばれない気がする。お友達少ないし。そう、私、まあ、今やってんのか知らないけど、そう、本当にやってんのか知らないけど、今のところ呼ばれたことがない。ご飯をくれ、もうもらってますよ。ご飯食いぼけですか？あなたご飯もらってたでしょ。食べてないけど、なんか最近ご飯食べないんですね。なんか体に異常があるのかなと思ったんだけど、なんかどうも違うっぽくて、おやつ食べるし、なんか例えばちょっとチュールをご飯に混ぜてあげるとかしたらめっちゃ食べるんですよ、ちゃんと普通に。多分わがままなんです、ももの。もしよっぽど続くようなら、まあちょっと病院ね、行こうかなって思ってるんですけど、そう、なんかどうも違うっぽいというかね。調べたんですよ、だから夏バテ。いやでもね、ももはね、夏バテするほど暑いところいないなんだけどね。あ、今日ノーズシャドウ濃すぎた。いっか。そうで、手とかであげたら食べたりするんですよ、この甘えん坊ちゃんめと思いながら、いつも。はよ、ギフトありがとうございます。見えてるのかも。あ、見えてますよ、あの子。それはもう今に始まったことじゃない、もうずいぶんと前から。あ、見えてんだろうなっていうのはありましたから、別にそれに対して怖がることはない。だって何もない天井とか見つめてんだもん。だからそういうのあるときは、あ、おじいちゃんいるのかなって。そう、私のおじいちゃんね、もう私ほぼほぼもう会った記憶がない。もしかしたら会ってないかも。そう、私が会う前に、そう、亡くなっちゃったんですけど、そう、だからおじいちゃんがそこにいるのかねって、見守ってくれてるのかねって言っていつも話してますよ。あれ、ゴムどこだっけ、茶色のゴム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 、あれ、茶色のゴムしかどこやったんや。別に天井には隠れてはないけど、普通に上から持ってんだねっていう話をするよ。別に何でもいいんですよ。
なの。そう、何を信じたっていいんですよ。じいちゃんだねって思ってもいいし、あ、本当にお化けいるんだねこの家って思ってもいいし、それかなんかまあ、キシの音がなんか気になったとかさ、だから本当に考え方というかそういうのはねマジで人それぞれなので、よし、あとでスプレーをして固めます。おはよう、初見さんありがとうございます。今日前髪やばいな前髪がいろいろ事故っているぞ。直します。せめて普通に立っていてもらいたいと思う。まあね、私は別だってもう飛んでても飛んでても立ってても座ってても何でもいいかなって思う派なので。そう、お仕事だね。今日も一日が長いね。まだ始まったばっかりだよ、信じられる？それなのにこの疲労それなのにこの疲労だよ、信じられる？まだ始まってないの仕事。あ、やばい、今日本当に前髪やばいかも。なんでこんな分かれてんの前髪。私どんな寝方した？ギフトありがとうございます。お仕事行ってらっしゃい。なんかここはさどうしても開いちゃう。なんで今日。やだな。なんでだ。寝癖ですね多分これは。オッケーオッケーオッケー、戻った戻った。あ、でもやっぱりもともと空いてんのかな。あんまりいつも気にしたことなかったけど、ここで分かれちゃうんだね。どうしてもあ
か毛がいるんだけど、ダメだ、オッケー、でも綺麗になった、綺麗になった。これかな、この毛がなんかちょっとうざいかも抜いちゃった。ダメなんですよ、本当は抜いちゃダメなんですよ、これね、後からもじゃもじゃになってくる原因なので、抜いちゃダメですよ皆さんは。そしたらアイロンの電源切ります。やっぱりこっちだけ開いちゃうね。今度美容院行ったら相談しよう、美容院の方に続くような。ちょっと今本当はスプレーしたかったんだけど、スプレーが手元にないので忘れてきちゃったので。そう、どうでした、行ってからスプレーしようかな。完成。完成って言ってすぐ飲むもの飲むっていうね、口紅塗ったばっかりなのに これで仕事に行きます、頑張ってきます。はよー、初見さんありがとうございます。今日ね8時まで配信しようと思うので7時55分まで、はい、犬を飼っています、飼っています、可愛いです、私の家族です、一緒に暮らしてます。これから朝ごはん、私まだご飯、そう、配信終わったら食べて着替えて、うん、今日も仕事です、明日も仕事週一休み、週一休みというかもうなんか不定期だから休みない時もありますけど、はい、今月は なんか週一ペースで休んでるっぽい。26年休みかも、月曜日犬を連れてきてください。いや、あの子たち自由気ままなんで無理です、ごめんなさい、連れてこれないんです。次は何かショールームのイベントに出ますか。うーん、7月中になんかもう一回できたらいいなって思ってるけど、まあちょっとイベント見つつかな。はい、イベント見つつ、なんかこれやりたいあれやりたいをちょっとみんなと相談して決めれたらいいなと思ってるので、まだ決めてないです。土日頑張って働いてくるで。
夕があるんだ。そうだよね、七夕だもんね。今どこ行っても割と七夕のなんか笹が割とある気がする。土日働くとか偉すぎな。なんかでもやっぱりどこ行ってもバイトは土日を求めています。土日に来てくれる方だから、求人とか見てても土日祝日働ける方歓迎みたいなさ、だいたい書いてある。そう、私はだからまあ土日働いて、そう、まあやっぱり大変だけど忙しいけどね土日。そう、でもいい面もあるんですよ。土日働くとさ、なんか月曜日とか平日とかにまあ結局出かけるわけじゃないですか。人が少ない。月曜ママのと出会ったかな、わかんない、なんかもう全然決めてない。見てスーパーに買い物くらいはまあ行くかもしれんけど、土日遅くまで仕事ですか。まあそうですね、9時過ぎまで、9時くらいまではお仕事です。不安です。そう、頑張る。もちろん間に休憩時間あるんですけど、最近遊んでたらしい、行ってない。最近あんまり金沢に行ってない。白山陽行きたいな、白山陽。なんとなく、すごいなんとなくですよ。なんか別になんかあの服が欲しいとか、あれを買いたい、このお店に行きたいんだ、何もございません。ただただなんか白山陽に行きたいなっていうね。お、桃のスイーツいいですね。桃大好き。桃の時期か今。あと梨も、あ、梨はでも秋なのかな。桃って美味しいよね。最近さくらんぼも出てたし。何かを経営するための社会勉強ですか。いえ全然、ただただお金を稼ぐために働いているだけです。まあなんかいい経験にはなってますよ。これからだから働く上で、その例えば人と話すとかは、ああこれは多分身につくといいんだろうなとかさ。そうそうそう、いろんな知識がつくので、それはすごく私の身になってるし、うん、なんかそれによって選択肢も広がるなって思ってるから。私服買ったり言ってくれたら送るのに、あのまだちょっと送り先決めてないんで、そう、どこにするか。おはよう。そう、今ね皆さんとなんかプレゼント、そう、送りたいんだけどどこに送ったらいいっていう話をしてて、まだなんか決めかねている。全然ちょっと仕事に集中しすぎてて全然進んでないんですけど、来月中には決めたいね。どうするか、プレゼントを受け取らないってことにするのか、まあどっかになんかしてもらう。おはよう。そうだから、まあ、バイトはすごく私の社会勉強にはなってます。本当にいろんな仕事するとさ、ちょっとずつ知識がつくじゃん。で礼儀もつくじゃん、喋り方。でその働いてるところを、そうの経験ができるから、あ、なんか楽しければ、あ、こういうところでまた働きたいなでもいいしね。そうやってね、お仕事の幅が広がるんですよ。いいよね。だって今のバイト先辞めたくないもん私。そう、もうなんかまあ1年くらい経ったら辞めますよっていうことはもうお伝えしてるんですけど、
そう、私の事情でね、私がそのやりたいことをするために今頑張ってっていう時期なので、そう、それができる時期になったら辞めますっていうね、そう伝えてるんで、そうって考えるとなんか寂しいなと思うんだけど、もうようやくバイト始めてから1ヶ月経ちまして、うん、全開で1ヶ月経ちまして、まあちょっと慣れてきたかな、まだあのヘッポコやらかすけどヘッポコやらかすし、いろいろやらかすけど、まあ慣れてきたかなっていう感じ。そう、本当にヘッポコやらかすとすげえ申し訳なくなる。店長にめっちゃ謝ってたこの前も、いやすいません、ほんとすいません。でもなんかそれでも店長はいやすごい、あのもう大丈夫だね、できてるできてるって言ってくれるの。そうなんだけど私はすいません、いやまだまだまだ全然やらかすんです、すいません本当にごめんなさい。え、なんかできることもあるんですよ。そう、あ、もうこれはできるっていうのもあるんですけど、その例えば分野によってはやってみなきゃ分かんない、でもなかなかそれをやる機会がない、その何働いてる時にってなると、まあ、そこの分野が、私は体を動かして覚える人なので、なかなかその、まあ、難しくなってくるというか苦手だなってなって、うん、そうなんです。本当にやらないってね、覚えない、体が、体と頭と。あんまり経験がないくせだってどうか分かんなくなっちゃう。ね、まあ失敗はありますから、次につなげようと思ってメモして、頑張ってます。メモ帳でも新しいの書いたい、なんかもうさ、くちゃくちゃに書きすぎてだんだん分かんなくなってくるから、一回きれいに全部まとめたいよね。んちょっと待ってて、ちょっとだけ待ってて。おはよう。いや、やっぱり今日足痛いわ、足重たい、昨日動かしすぎたから足が重たいです、すごく。
はよう。僕なんだ。筋肉痛、いや筋肉痛じゃない、なんかね疲労って感じ。そう、疲労で足重たいって感じ。なんか筋肉痛はね不思議とどこにも出なかった。あれだね、普段からね筋トレしてるからですね。私偉い偉いよ、毎日毎日朝筋トレして、そして出かけるっていうね。まあしない日もあるけど、毎日じゃなかったしない日もあるけど基本的に毎日するよっていうね。そう、最近は背中をよく鍛えてます。背中鍛えるとね、ここら辺とか首周りとか、あとは後ろ姿とかさ、華奢になるかなと思って。華奢になりたいんですよ私。どっちかって言ったらストレートで肩幅が少しだけ、まあ、少しだけって言ってもまあ多分ない方なんですけど、まあ、ない方というか、まあそんなあるわけじゃないですけど、まあ、ちょっとね身長とか華奢な人に比べたらまあ肩幅がある人なので、これはもう骨格ストレートナチュラルウェーブある中でストレートの特徴なんですね。そうだから太る時もすごい上半身が大きくなっちゃうんですよ。で上半身が太るとすごくあのお腹とか痩せててもちょっとやっぱり太って見えちゃうというか。そうでもね、聞いて、骨格ストレートさんは痩せるともう最強なんですよ。そう、最強って言われる体で、もう女優さんとかモデルさん体型って言われるんですよ。であのストレートは足が長いので、そう腰の位置が高い。まあ私はそんなそこまでじゃなかったけど、足の腰の高さは、そう腰の位置が高いって言われるので、痩せると本当に足の長いモデルさんとか女優さんみたいなちょっと肩幅のあって、でも服を着こなせる体型になるんですって。いいよね、無敵です、本当に最強って言われる。もうその代わりちょっと太ると分かりやすいよねっていう、その二の腕とかムッチムチになるんで、私も同様に顔周りとかここら辺首あたりとか。そう鍛えて頑張ろうと思って。いいよね、なんかさ言わないですか、お洋服とかもさちょっと肩幅ある方が、少しだけねある方が着こなせるって言いません？そんなことない？だからストレートさんはなんかジャケット系似合うんです。まあスーツのジャケットとか、そうなんかちょっとかっちりした、今スーツじゃなくても、まあ、ジャケットをプライベートで着る子っているじゃないですか。私も思ってるし、そういう系そうとかがめちゃめちゃ似合うって言われるんです。でプラス体型も隠せる、それで。そうなんかあちょっと二の腕とか上半身隠したいわっていう人はジャケット着ると結構もうカチッとして隠してくれるので、着痩せ効果が、そして似合うっていう、もう最強で、ね、はい、長々と語りました、失礼しました長々と語りすぎてしまいました、申し訳ございません。おはよう。前髪切りたいな、やっぱり長いな前髪。マミー前髪切るの持ってきてほしいな。もう今準備してる時かな。前髪がやっぱりちょっと目に当たってすごくうざい。
前髪切りたい、うざかった、どうしても。ほんと数ミリでいいんだよね。ライン見れてるかな。朝ってバタバタしてるから。あ、見れてる。あ、来てくれたっぽい。さあ怖くはない、不安はない、私の夢はみんなの願い、歌を歌えば心晴れる。あ、 Thank you。 ごめんね、メイク中に。あ、こっちだけでいい、ありがとう。あら、ももおはよう。あれ、これ持ってて。ももがもうずっとくっついてくる。いいじゃん、大好きなんだ。マミ大好きだよってね、ずっとくるね。いいよ、ヒカの部屋探索していきな。よし、なに気になる、メイクしてみる。嘘です、あなたにはしません。やーめーて、もーもー、ももちゃんおいで、もーもー言うこと聞きまってん。それじゃあ前髪を切ります。すごい、とっても雑な切り方ですが、まあ、平野はこんなものです。まっすぐ下ろすとさ、絶対ここも前髪だと思うんだよな。これじゃん。難しいね、前髪切るのは。まあお前になったらもうお前になったなんだけど、こっちが長いね、なんでだろうな。なんかこうやって見ると全然長くないんだけどな。こっちはね、割と綺麗なんですよ。こっちはなんかいつもね、ここがかぶってくるっていうね。もうちょっとここ切ろっかな。ちょっと斜めに切ってんだよね、本当は。
ケイ。結構綺麗ではないんでしょ、ないでしょうか。もうちょっと長い気もするけど、もうそれはね、もう巻いて調整しよう。綺麗なんじゃないでしょうか。よろしい感じ。うん、こっちがやっぱりなんかちょっと短いというか、なんというか、なんかあれなんだよね。同じ長さに切ってもさ、やっぱり場所によってはさ、ここ長いなとかさ、短いなが出てくるから、それが一番なんか難しい。ギフトありがとうございます。さあ怖くはない、不安はない、みんなの夢、私と夢はだっけ、だった、みんなの願い、歌を歌えば心晴れる。ね。何話そっかな、あと30分弱、55分にだったらランキングいくんで。何の話する？何もないな。ついにヒラもネタ切れか話のネタ切れか。ネタも切れる時もあります。平野ですから、平野ですから平野ですからってどういう理論。平野家はね、早起きですよ。みんなおばばも4時くらいから起きてますね。おばば、そうで、お兄ちゃんはまあ仕事ある日はそうね、早いね。仕事なかったらめっちゃ寝てる。お母ちゃんもそうね、仕事あるときは早いし、だから仕事あるときは基本的にみんな早いです。でも仕事なかったらそんなのんびり寝てますよ、割と。って言ってもまあ8時過ぎくらいに起きてるか、お兄ちゃんくらいか寝てる。おばばはもうなんか仕事あってもなくてもめっちゃ早いです。仕事あっても7時半か。なんだろうな、なんでこんな早いんだろうね。確かに分かんない。心配性なんじゃない、平野家。そうか、仕事家出る1時間、いや2時間くらい、いや2時間そうとか前くらいからは起きてたい的な。いやそんなこともないな、私は寝てるときは寝てるな。でもなんか起きなきゃってなるんです多分すごい急に雑な結論出ちゃった。そう、起きなきゃってなるんです。
差しで起きる、いいことじゃないですか。すごく最高の目覚めですね。私最近ショールームする時とかもカーテン開けてないんで、今そうだからカーテン開けた方がいいんだけどね。そう、仕事行く時とかもさ、カーテン開けっぱなしにしていくとさ、火差しちゃってさ、その棚とかに置いてあるものがさ、火当たってさ、色あせてきちゃうんだよな。嫌だなと思って。それね、眠たいね。はよ。よし、じゃあ平野光のお菓子の新商品チェックしよう。お菓子の新商品チェック。たまにするやつ。ロッテガーナザクホロココアシュー、ココアシュークッキー&クリーム、美味しそう。これわ、ロッテチョコパイ抹茶のオペラ絶対美味しい。あー、これもいいな。一口ルマンドクリスピーソルト、あとブルボンのアルフォート塩バニラ。私さ、塩系のお菓子大好きなの。アルフォート、うん、塩のクッキーとか美味しいんですよ。たまに自分でも作るくらい好き。甘じょっぱい感じ。まあ買うかは分からん。かな。うん、ですかね。今夏トリュフのさ、塩バニラ味も本当は欲しいんだよね。もう発売されてんだけどさ、そうコンビニにあるんだけど、いやーと思ってなかなか食べないからなと思って。そう、塩味っていいんですよ、私好き。そう、この話してたら塩クッキー食べたくなってくるわ。今度作ろう。歯磨きの塩味って初めて聞いた。おはよう。歯磨きってなんていうの、ミント系のイメージ、ミントとか、まあ、オーラ2みたいな、ちょっと甘くはないけど。あるお菓子ですか？ありますよ。こちら昨日買っちゃったやつ。
海道産北あかりを使用した厚切りカットのポテトチップス、日高昆布の出汁味。これね、塩もあったんだけど、なんか出汁の味美味しそうと思ってできました。以上です。これもいいし、ギフトありがとうございます。いろんなものあってちょっと邪魔だな。あ、100円玉が落ちている。カバンの中にしまい損ねたんだな私。500円玉貯金してるんですよ。そう、500円玉貯金。ギフトありがとうございます。これは平成24年と平成27年の、ね、500円玉ですね。向けた気分にはならないですね。500円玉貯金はまあ何かあった時のためにっていう感じ。結構前々からしてる。うん。こう 1年くらい。他にお菓子ある？ない。昨日これしか買ってない。でも500円玉貯金すると、まあ、いざっていう時にねすごくいいんですけど、いざっていう時、いざってどういう時だよって感じなんだけど、そういいんだけど、意外とやっぱりお財布の中身が減るのが早いそうお財布のね、あのね、中がね減っていくのね早いっすね。でもなんか500円玉貯金、そうそうそう、無理やり、そうそうそう、500円作るのよ。そうで、あ、貯金しとこうってする。同じ、私も昨日もだからわざわざちょっと千円札出して、すいませんって言って、お願いしますって言って、お釣りで500円出した。眠っちゃい、眠っちゃい、仕事行ってきますね、行ってらっしゃい、眠っちゃい眠っちゃい。ひかちゃんも頑張ってきます。頑張る。うん、コーヒー、私いつも朝はブラックコーヒーでございます。でもさ、もうコーヒー効かないのかさ、マジで眠たい。そう、割と飲むことが多いんですよコーヒー。最近朝毎日飲んでるし、なんか前々から結構仕事の前とかに、あ、今日はもう寝ちゃダメだっていう時にコーヒー飲んだりしてたんですけど、だんだんね、だんだん効かなくなってきたのかも。それか私の睡眠欲が勝ってるかね。本当にもうここまで来たら、ね、寝ろよって話なんだけどそんなに眠いなら寝ろよ。でもね、仕事に行かなきゃなので頑張ってきますよ仕事。今日の夜配信は
まあ10時くらいかな。うん、10時くらいから1時間くらい配信しようかなと思ってますので、ぜひ。コーヒーはブラックで飲んでるの？ブラックしか飲まないです、私。あんまりお砂糖取りたくないので、お砂糖とか脂質、ブラックコーヒー、まあカロリーあるやつもあるけど、基本的にね、なんか、まあ、糖質とか入ってない食物繊維なので。うん、なんかお母ちゃんがさ、いつもブラックなの。それをたまに飲ませてもらってたんだけど、いつの間にかね、私も全然ブラックでいけるようになった。美味しい。そう、もともと私そんな飲み物でカロリーを取りたくない、あんまりね、あんまりだよ。お酒飲む時もあるから取るんだけど、あんまり取りたくない人だから、そう、お砂糖入ってない。梅は寝てるのかな。梅起きてますよ。だってもうご飯の時間終わってるもん、あの子たちの。そう、起きてます、起きてます。ただ梅は自分で2階に上がってこられないので、そう、私の部屋2階なので来れないだけです。梅ちゃんは自分で階段登れません。まあ本当はね、あんまりワンちゃんに階段登らせるの良くないんだけど、そう、うちの子はもう勝手に登ってっちゃいます。ももはね、梅は登れません。だからもしね、ワンちゃんお家の階段登らせるっていう場合はね、腰気をつけてあげてね。やっぱり足が長くない子とかも特に腰に結構負担がきちゃうので、気をつけてみてあげてください。あと、まあ階段滑んないかなとか落ちないかなとか、そう、気をつけてあげてね。滑り止めついてますよ、ももの。そう、ももがもうめちゃめちゃ登るもんだから、さすがにやばいなと思って滑り止めつけて、ずっとついてます。ももの降り方怖いんですよ、なんか本当に。もうなんかマジで怖い、なんか心配になる。何の声ってね。
今パスタ入れてます。何パスタですか？お出汁のパスタ食べたい。スープパスタ食べたいな。スープパスタなんか急に。私の今日のご飯は白いご飯です。朝ご飯はご飯派なので、ご飯とあと冷蔵庫にあるもので何か考えます。でも鶏ハムあったからまだ鶏ハム食べたいし、鶏ハムにしよっかな。